適当でいいよ。うん。マジか。ああ、辛い。いや、美味しい。美味しい辛さ。皆さん、こんにちは。ジンです。久しぶりの韓国料理の動画です。日本で最も人気のラーメン、辛ラーメンの2023年版レシピです。今日皆様にお見せするレシピはですね、韓国でポジャンマチャラーメンとよく言われたりします。皆さん大好きなの屋台とかで焼酎飲みながらラーメン食べたり国酒食べたりするのを多分見たことあると思うんですけど、今日は2パターン、辛くて深い辛ラーメンの味で作るパターン1つと、辛いものがちょっと苦手だけど韓国らしき味、淡白で醤油ベースの味で作る辛ラーメンですね、2パターン今日お見せしたいと思います。早速作っていきましょうっていう人が昔いましたよね。はやみつもこず、もこずキッチン、もこみちでいたよね。で、今日の食材もちろん辛ラーメンが必要です。ぴょぴょぎも食べられる、辛くないのがあるよ。白いの、うん、白いのはすごい簡単ですよ。ぴょぴょぎとかが食べれるので、まずタレが重要です。タレ、醤油がまず必要です。醤油、まあ日本の醤油でもいいです。ちょっと必要なのが砂糖。今砂糖がないんですよ。だから今日買ってきました。砂糖の代わりに私はメシルチョン入れればいいんですけど、正直砂糖入れた方が子供とかは喜びますね。まず一人前と考えてみましょう。タレはちょっと4入れます。3でもいいです。で、砂糖1入れます。1、ごま油、皆さん大好きでしょ。ごま油も1、多めに。で、砂糖は皆さん好みで入れればいいけど、私はここにメシルチョン少しだけ入れます。あとだしだです。こうだしだが団ちゃん団ちゃんの役割をします。だしだめっちゃ美味しいんですよ。これは実際辛ラーメンスープにすごい似てるので、ちょっとぴょぴょぎも好きだよね。だしだを少し入れると冷麺の玉数の味も少しするので、ティースプーンの半分ぐらいでいいですよ。うん、マシッチ、このぐらい簡単だったら役に立つでしょ多分。じゃあ次はまあ火、その次に大人たちが食べるすごいなんか美味しい辛いポジャンマチャ辛ラーメン作ってみたいと思います。すごく辛さだけを入れたいっていう人は唐辛子粉、青唐辛子と玉ねぎの甘さの方が甘いのでそれでいいんですけど、ニンニクのなんかこう淡白ななんか深い味とか唐辛子粉の辛さ、すごいこう熱くて満腹できるような食べ方をしたい人はネギの甘さの方がいいです。で、ネギは普通の輪切りをして用意します。青いところも美味しいので皆さんもぜひ入れてください。意外とネギ結構入れると美味しいのでネギは多めに入れます。で、次火をつけてですね、サラダ油引きます。あんまりないね。油引いたらですね、ここにネギを入れます。今白い方と青いところあるんですけど、まあ、どっちでもよくて、持ってるネギの、半分ぐらいもう今入れちゃいます。これネギからいい香りが出るので事前に少し温めるんですよね。今間違ってて今油がすごい足りない状態です。少しネギからいい香りを出したと思ったらお水 550ml。 ここから重要なんですけど、おろしニンニクがもしあったらいいんですけど、私は韓国のこう乾いたニンニク入れます。味も同じなのに使いやすいのでよく使ってます。今日本ではちょっとまだ販売してないけど、販売始まったら皆様にまた お知らせしたいと思います。で、日本のやつでもし入れたいのであれば、こうみじん切り生ニンニクってあるんですよ。これ入れるといいです。次、チョンヤンゴチュですね。青唐辛子なんですけど、青唐辛子も今すごい辛いのがこのように乾いた状態で出てるんで、これ入れます。ぴょぴょぎのラーメンの方は今沸騰してきたので、ここ少し辛いかもしれないけど火薬だけ入れます。火薬だけ、キノコのいい香りがするのでぐらいで十分だと思います。麺入れます、
あとポジャンマチャ辛ラーメンのところにはカヤクとスープ事前に入れときます。でこっちはかなりの火力があった方が美味しいので、慌ててラーメンを先に入れないように気をつけてください。ここにですね、細かいのがいいんですけど、まあ、粗いのもまあ大丈夫です。唐辛子粉、多めに一さじ入れます。ここにだしだとか牛脂とか入れる方もいるんですけど、ネギからのピリッとした辛さ、ネギの香りとかがなくなるので、逆に今回は入れなくていいレシピです。で今周りだけ今沸騰してくるんですけど、これが真ん中のところまで十分に熱が上がってくるのを待ちます。今どんどん真ん中まで今来るんですよね。なのでもう少し待って、すごい熱くなった状態で、できればかなりの強火で、このぐらいの温度をこれからずっと維持したいんですよ。はい、今入れます。今入れて2分ぐらいはもう触りません。触らないけど、これ1回入れたらすぐスープを吸うように1回だけ裏返してください。今もラーメンを入れたら準備したいものがあるんですけど、卵ですね。もう卵、まあ、混ぜちゃうので、ここにまあ卵入れます。混ぜる加減とかどうしたらいいですかって言うけど、適当でいいよ。ポジャンマチャです。こんなになんか素晴らしい料理を出すわけではなくて、ただそのルールが少しずつあるので、これだけ守ってください。この時に味の素よく入れるんですけど、これがすごいさっぱりして美味しいので、あえてこのレシピには出汁だとかより日本の味の素の方がいいです。でどのぐらいかっていうと、リトク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 以外ですよ。トクトク終わりです。これで終わりです、はい。あとはまあ麺を見ながらですね、さっきのピョピョギのやつの麺が大丈夫かな。で時間はかなり守った方がいいですよね。5分30秒なんですけど、4分30秒で全然いいのかなと思います。ピョピョギのはもういいですね。ピョピョギのはもう乗せます。はい、ここにさっきのソースですね、ソースを入れます。さっきのソース入れたら混ぜる。ここにごま、すりごまでもいいし入れてください。これで完成です。好みによってマヨネーズ入れて混ぜて食べるとめちゃめちゃ美味しいラーメンになります。その次こちらの辛ラーメンですけど、まず火を止めて何がしたいかというと、麺だけ一度移します。中に入っている麺だけ全部移す。これは伸びるのを防止するため、あと卵を作るためなので、少し早い段階で大丈夫ですよ。こうやって出しといて、このスープまた火をつけて、火がマックスまで上がってくるのを待ちます。ネギ入れます。残ったネギ、このネギは食感が必要です。美味しそうでしょ。ここにさっき溶いだ卵を入れます。普通に入れればいいですよ、ゆっくり。で卵を入れた後はこの状態で絶対触らないようにして、卵が火が通ったら白くなってこう浮いてくるんで、それを待ってください。であまりにも時間が経ってもダメなので、もうここで火を止めます。あとは見た目の問題なんですけど、お皿にスープから入れます。麺を先に入れて後でスープを入れると汚く見えるので、綺麗に見せるためにはスープから入れる。その後に麺を乗せるような感じですね。こうやってこうやると美味しそうに見えます。いただきます。いや久しぶりですね、こうやってポジャンマチャの辛ラーメン。辛みもちょうどよくて、ネギを入れるのもそうだし、この少しずつのこの工夫ですごい美味しくなるんですよ。焼酎飲みたくなるんですよ。うん、うまっ。うん、美味しいですね。最近結構辛ラーメン好きな方多いから、もともと辛ラーメンの味にすごいいろいろ足したりとかするけど、このような少しだけアレンジして韓国の味をより活かせるようなものを入れるとさらに美味しくなると思います。ぴょぴょぎもともと今日食べようとしてた弁当があったんですけど、はい、
この卵がまた美味しいので、ぜひ皆さんスープたくさん飲んでください。うん、ネギをあんだけ入れるとこのネギからの甘さとかがとても美味しいです。魚卵の、ああ辛い、いや美味しい、美味しい辛さ、しん、ああごちそうさまです。もう辛ラーメン好きな方々ですね、そして観光料理好きな方々はこの辛ラーメンだけでもいろんなアレンジができるので、ぜひ皆さんも作ってみてください。今日の内容が役に立ちましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは皆さんアンニョン、バイ。あーなんか目がなんでこんなに痛いの今日。僕は目寝てる時さんに目つぶってないからね。寝る時こうやって寝てんの。ね、こうやってね目つぶってないからね。ほこりがね目の中に入っちゃった。おっとけじゃあね、どうやって寝ればいい。目つぶって寝た、ね、目つぶって寝てみて。これ気ハムで、じゃあ目ティッシュで寝てみて。